雷州半島が雷州半島は、中華人民共和国南部、関東省南西部にある半島。中国三大半島の一つで、南北に約140キロ、東西に約70キロ、面積は約7800平方メートル。南シナ海にあり、中国大陸から海南島に突き出た形になっている。東側は雷州湾、西側は東ン,ン湾となる。 また、半島南部からは、京州海峡を挟んで、約30キロ先に、海南島を眺望することができる。半島の中心都市は、福祉港市で、半島外へは、はじむ福祉鉄道、越海鉄道、楽福祉鉄道が運行している。かつて半島と、海南島周辺には、ジュゴンやコククジラ、セミクジラなど貴重な海洋大型生物類が、数多く見られた。 雷周半島は熱帯モンスーン気候に属し、冬は温暖、春の訪れは早く、夏は長期間、熱帯湿順の気候となり、秋は乾燥して涼しく爽やかな日が多く、洪水の季節には雨が多くなり、四季を通じて雷が発生し、十分な日照に恵まれる。年平均気温は22.7摂氏23.4度。 年平均日照時間は1930時間以上。摂氏10度以上の時間は年間で8180時間以上。年間の太陽の総照射エネルギーは4563から 4939MJ マイメートルに。夏季には熱帯低気圧の影響を受ける。台風の接近時に風力階級12級に達することがあるが、年平均の風力は、 陸地で3.0秒速3.5メートル、宴会部、島所部で3.4秒速6.1メートルである。同時にまた、雷州半島は、頻繁に雷雨が起きることでも有名で、ネオ平均の雷雨日数は80から112日になる。ありがとうございます。